背番号はね、最初球団から用意された番号であったんですよね。選ぶとかそういうことではなくて、ドラフト5位っていうのもあったし、中継ぎでスタートして、なんか50試合っていうのを目標にしてたんで、ちょうどいいなぐらいの感覚ではありましたよね。確かね、2年目かな ?16 が空いてたんで、篠原さんが最初つけたんですけど、篠原さんが横浜にいたのかな?それで言われました、やっぱ。番号変えないか?みたいな。契約更改の時かな?でもなんかあんまりね、その若い方がいいとか、いうのが基本的になかったんですよね。当時だったら、川崎宗則さんも52番とか、あんまりなんかね、ソフトバンクの場合は、そういうのはないようなね、球団のような感じはするんですよね。せっかくなんか最初につけた番号って愛着枠じゃないですか。だからなんかこのままつけたいなっていうのがあったんで、だから普通に、ああ、もうお断りさせてもらいました。